こんにちは、藤沢亮です。こんにちは、半田康弘です。前回の動画で、情報業界とはというところで、はい、情報業界の素晴らしいところと、はい、まあ、現在の、まあ、負に見られている部分、まあ、そこはこれから、まあ、私たちも積極的に健全化していって、そうですね、素晴らしい未来につなげていきたいというようなところをいろいろとお話しさせていただきましたけども、まあ、そんな情報業界に興味を持っていただけたのであれば、その情報業界の中であなたがどうやって成功していくか、どうやったら最短経路で成功をつかめるかというようなところを、まあ、私たちの意見をお伝えすると。で、まあ、前回も言いましたけども、別に何か売りつけるわけではないので気楽な気持ちで聞いていただければなというところでございますね。そうですね、はいはい、というところで本日もよろしくお願いします。で、まあ、私情報業界、まあ、前回の動画の中でちょっと言い忘れたのが、あの、僕もともと電通を辞めるときに、これからの日本の広告ってどうなるかっていうことは、まあ、ものすごく調査したわけですよ。で、調査したというか、その電通にいた時から将来のビジョンっていうのは、もちろん、いろんなところの調査会社からのデータも収集していって、現行で会話しているクライアントさん、もちろんトヨタさん含めですね、クライアントさんからの情報とか、いろんなものをまとめていって10年後20年後の展望を描くんですけど、はい、そんな中でやっぱり今のマスコミュニケーション、テレビ、新聞、雑誌、ラジオ、この4マスがもう明らかに衰退していくっていうのが見えてたんですね。そうですね、もう僕は入社した時からですね、もうすでにそう見えてて、で、まあ、これまでのモデルっていうのは、特にまあテレビはそうですけど、無料で、面白いコンテンツを発信していって、でそこに、まあ、強制的に CM が入るわけですよね。かっこいいキムタクがあのカローラ乗っててトヨタ買いなさいみたいなのがさっと入ると、まあ、テレビを楽しんで無料で見ていたら強制的にそうやって情報がインプットされて、で、まあ、車買い替えようかなとか新しく買おうかなという時にあのキムタクが思い浮かんでカローラ買おうかみたいになるとみたいな感じで、まあ、広告としては素晴らしい機能を持ってたし、まあ、これからもゼロにはならないとは思いますね。そうですよね、イメージはね、大丈夫ですからね。ただまあ、メディアの接触頻度として、多分今ご覧になっている方も最近テレビ見なくなったなとか、いつの間にか ほぼ全ての時間インターネット、パソコンに向かってるなとかいうふうに感じていらっしゃる方も多いと思うんです。まあ、例えばテレビを見ながらパソコンを見るっていうこともあるとは思うんですけど、まあ、いずれにしてもテレビ一極集中だったのが、インターネットが登場したことによってどん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 その視聴するメディアが変わってきてると思うんですよ。ずっとスマホばっかり見てる子とか、今の小学校中学校とかテレビなんて今まで見たことないと、スマホで全てのエンターテインメントが楽しめるからみたいに言ってる子もいるぐらいなんで、世代がどん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 変わっていくと、どんどんマスコミから離れていくだろうと。で、マスコミって本当にその広告のビジネスモデルが完璧に作られていて、で何億っていうお金がどん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 広告業界の中で動いてたんですよね。それこそ例えばスマスマとか月9とか、この前終わっちゃいましたけど笑っていいと思うとか、まあ、いろんなところを電通はじめ大手の広告代理店がその時間を買い漁っていて、でそれをまあ、適正な価格をどん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 広告代理店が上手に値段を乗せて、でクライアントさんに販売してるんですよ。でその販売益をがっぽり稼いでるっていうのが広告代理店のビジネスだったし、で広告主の方ももうある程度利益が出てるから、その分広告に回して、でまあ分かんないですけど税金取られるぐらいだったらみたいな感じでも広告使ってた部分もあったと思うし、広告業界ってそういうふうにして順風満帆に回ってきてたですね。テレビ局も楽しい放送をガンガンやって、芸能人たくさんお金払っていれば視聴者が勝手に集まってくれて、でどん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 視聴率も上がっていって、で視聴率が上がれば広告費がどんどん上げられていって、で彼らの場合は電通に対してもっと金よこせって言ってきて、そしてもっと金よこせって言われたからにはクライアントさんにもっと高い金を請求するみたいな形で成り立っていたんですけど、まあ、どん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 こうやってテレビ離れが起こっていくと、テレビ局も広告代理店も将来は暗いわけですよね。
で、じゃあ何に変わっていくかっていうと、インターネットが反映していくわけだから、インターネットに関連する広告を扱える中小の広告代理店か、あるいは個人なんですよ、うん、で個人が、だから私は自分で考えたところによると、個人電通マンというような形で、まあ、私は電通を離れましたけども、個人で電通のような圧倒的なブランドを持つような代理店マン、うん、エージェントがこれからどんどん出てくると。でそういう圧倒的なブランドを持った個人はいろんな情報を集めていって、そしてその情報をキュレーションして多くの方に届けていって、そこに価値が生まれれば、あ、この人の情報は絶対見ようというふうに思うわけだから、うん、そこで流れてくる広告に対してはアクションするわけですよね。あ、これいいなと思ったら買ってくれると、うん、でそれは情報ではなくとも、例えば物販なんかでもそうだと思うんですけど、うん、本当に例えば私が使ってるシャンプー、本当にこれ腰が良くなって髪の毛サラサラになりますと、ここで買えますよ、今なら半額ですっていうご紹介をしたら、うん、何人かの方買っていただけると思うんですよね、うん、まあ、そんな形で情報商材じゃなくとも、リアルの商品であっても、本当にその情報感度が高くて情報発信能力が高い人たちにどん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 集まっていって、その方たちからいわゆるアフィリエイト報酬を得るっていう時代が必ず来るっていう確信を持ったからこそ、私は電通を辞めたんです。で電通を辞めたって話をした時に、恐怖もあったし後悔したこともあるっていうことは正直にお話しましたけど、でもこれからの未来、間違いなくインターネットが発展することによって個人が富を得やすい時代になるから、今勝負しないと本当にもったいないっていう確信があったからこそ続けられたと思うし、まあ、前回の動画をお聞きになって情報業界に未来を感じていただけたのはあると思うんですけど、さらにまあ今回の動画で絶対情報業界は間違いないんだっていう、この確信を持っていただくっていうのが成功につながるんじゃないかなというのが、まあ私のちょっと一つのアドバイスというか、うん、最初から勢いよくお話ししてしまいましたけど確信ね、そう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 、ネット業界はもう間違いねえぞと、うん、間違いないですし、まあ、例えばですけど、今のトッププレイヤーたちが、いい教材を販売してなかったら、あなたが作ればいいんですよっていうぐらいの気持ちですね。本当に、だから本当にあなたの価値提供として間違いない情報発信ができるっていう確信があるんであれば、あなた自身が素晴らしい教材を作ってどん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 それを紹介していくと、それによってどん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 この業界を健全化していくっていう、だからもうお互いが一緒にこの業界を素晴らしい業界にしていきましょうっていうふうに思ってますね。そうですね、うん、だからもう本当今多くの方たちがインフォプレナーとして情報を販売する側に回ってらっしゃいますけど、まあ、そんな中ではもういかに素晴らしいコンテンツを発信していくか、素晴らしいその商材、本当にその多くの方が、まあ、その学びを得て成功をつかむ情報を与えていくかっていうところの勝負になってくると思うので、もう本当ここは例えばあなたがもし情報業界まだ足を踏み入れていないけれども興味を持っているっていうレベルだとしても、本当にいち早く私たちのレベルまで追いついていただいて、本当抜き去っていくっていうぐらいの気持ちで戦っていきたいなと思いますね。それぐらいこの業界には私は確信を持ってるし、みんなで戦い合って、みんなでより良い業界にしていって盛り上げていきたいなと思ってるんで、前回 の, 私たちが協力させていただいたパトリオットアフィリエイター養成学校も本当に熱い人たちが集まってて、やっぱり本当この業界どんどん良くなってるなっていうふうに思いますね。でそこで学んだ方たちがまたそこで得たノウハウプラスご自分のオリジナルのノウハウで、次の世代の方たちにこの業界の素晴らしさとノウハウを伝えていけば本当に良くなるし、本当の成長していく教育産業になっていくなというふうに思うんで、楽しみで仕方がないので、みんなで一緒に楽しみましょうよという感じですよね。本当楽しそうだよね、それなんかみんなでやろうみたいなですよね、旅行も特にそうだよね。そうですそうです、僕ももちろんそうなんですけどね、共に成長し、共に成功するっていうね、感じだから、まあちょっと想像してみてもらいたいのは、なんか誰か友達にね、これこのジュース美味しいから飲んでごらんっつって、その人が買って飲んで、あ、美味しいって言ってもらったら、なんかちょっと嬉しくないですか？美味しいです。ね、で、あとはなんか自分が読んだ本とかが、
すごいこの本を読むことによってすごい今まで自信がなかった自分が、うん、もうこう何でもこう前向きに考えられるようになったとかって、うんうん、だからすごい転機になる本だからこれ、うん、ぜひ読んでみてとかって読んだら、うん、なんかすごい変わったんだとかっていう風に言ってもらえてたらすごい共感になるじゃないですか、うん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 、なんかそういう人にいいものを紹介したりとかしたらお互い嬉しいじゃないですか、うん、役に立つっていうことだから、そういう思いでやってれば全然間違いないと思うんですよね。だからその人に喜んでもらいたいとかそういう思いがあったりとかみんなあると思うんですよね、うん、みんなみんな、うん、別にその自分だけさえ良ければいいやっていうふうなことだ、うん、じゃないじゃないですか、うん、今のみんな、うん、皆さんね、はい、でそこにやっぱりそうは言ってもそのノウハウだったりとかそういったものがあるじゃないですか、うん、ある程度はやっぱりその文章力を磨く、うん、でその文章を磨くにしてもただ日記みたいなことを書けいいとかっていうんじゃなくて、うん、その読んだ人が心躍るような、うんうん、今文章とかいっぱいいろんなところであるじゃないですか、うん、だからもう玉石混合だから、うん、そのどの文章を見たらいいのかっていうのがなかなか区別つかないと思うけど、はいはい、一番最初のキーワードとしてあなんか読んでみたいなって思ったら見るじゃないですか、うん、だからそういう風なヘッドラインを工夫するとか、はい、まあ、いろんなその文章テクニックとかもあったりとかするんで、うん、そういったそのノウハウだったりとか、うん、スキルはある程度磨く必要はもちろんあるんですけども、うん、ベースとなる考えとしてはその人に役に立ちたいっていう思いがとにかくあれば誰でも稼げるように、ね、なるなっていうふうに思うんですよね。うんうん、そうですね。で、前回もまあちょっとお話を差し上げたんですけども、うん、やっぱその成功するためのポイントとしては、うん、もうとにかく確信を持ってやり続けることだと思うんですよね。うんうん、どんなノウハウでも稼げると思うんですよ。背取りにしても、あとはまあアフィリエイトももちろんそうですし、うん、サイトアフィリエもそうだし、うん、PPC アフィリエとかも、あとは何、うん、いろいろあるじゃないですか、うんうん、何やっても全然稼げると思うんですけど、うんうんうん、ずっとやり続けることだと思うんですよね、うんうん、でやり続けるためにはなんか楽しいなっていうふうに、まあ、好きこそものの上手あれ、うん、ね、うん、ありますから、楽しいと思えることでもあるし、あとはもうやっぱ続けるためには役に立ちたいなっていう思いが根底から湧き出すものであり、それが原動力となって続けられるっていうのもあるし、うん、あとはそういうノウハウを学ぶときに、うん、この人から学びたいっていうね、うん、もういろんな誰もが同じようなアフィリエイトにしても何にしてもそうですけど、いろんな人が教えている中で、うん、この人から学びたいっていうふうな、うん、そういう人を見つけること、それが、うん、まあ、成功のポイントじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよね。うん、うん、ね、もうそれ、うん、この人からだったらもうずっとついていきたいっていうふうに確信があれば、うん、そのノウハウだってとことんまでやると思うんですよね。うんうん、でそこに収益が上がってきたら、ああ嬉しいなっつって、うん、もっともっとその情報を発信して、たくさんの人に喜んでもらいたいっていうふうに、もうすごいね、いいプラスのスパイラルに入ってくるんですよね。うん、稼げるわ、喜んでもらえるわっつってね。でしかもその教えてもらってんだったらその師匠まで喜んでくれるわっつったら、もういいじゃないですか。ね、やっぱり一人でコツコツでやってるのってすごい大変だと思うので、で、うん、そういうためにはそのつながるためには、うん、まあ、ある程度その身銭を切るっていうことも大事だというふうに思うんですよね。うんうん、だからあんまりね、そういったところでケチケチせずに、うん、そのこれだと思ったものにはお金をかけた方がむしろ、うん、近道だと思ってます、うん、僕は、うんうん、別にその僕らの教材を買えとかそうじゃないですかね、うん、そうじゃなくて、やっぱりあなた自身が成功するためには、うん、覚悟を決めるっていうことと、あとそのやっぱ人と人とのつながりを得るような人脈を構築するための、まあ、お金を払うとかっていうのはすごいね、自分の稼ぎを加速させるためのものでもあると思うので、うん、そこは本当にね、ケチらない方がいいですやっぱり、うんうん、もうあんまケチるとかちゃんとケチるけども、出したところは本当に出した方がいいんで、うん、そういった人とのつながり量みたいなところは本当にね、ケチケチしない方がいいなって僕の中では思いますんで、そこはもうアドバイスとして聞いてもらったらいいかなって思いますね、うん、はい。まあ、私もこの業界に来て最初塾が30万ぐらい相場じゃないですか、うんうん、そうですね、高っと思いましたけどね、最初は最初は思いましたよね、うん、でも今は、う
全く思わないですね。適正価格とむしろ安いんじゃないかっていうふうに思い始めてるぐらい。そうですよね。だって例えばですけど、まあ、弁護士とか医者とかなるための教育のかかる費用ってうん千万じゃないですか。そうですよね。ね、で、まあね、今弁護士も医者もそんなに一生が保障される仕事ではなくなってるし、そうですね、まあ、特に弁護士なんてどんどん今ね年収下がってるんで、そこにかかる費用が何千万ってことを考えると、アフィリエイトって本当塾一本でもノウハウを身につければ稼げるようになっちゃうんで、どんだけ効率がいいんだって話ですよね。それこそ30万で学べば生涯収入何億になる可能性あるわけだから、こんなに投資効率のいい業界ってないなって思います。本当そう思いますよね。まあ2年前ぐらいの僕の30万円の塾を購入するとき戸惑ってた自分は、うん、あの今僕はそこにタイムマシンで戻れるとしたら、うん、大丈夫だよ大丈夫だ、絶対大丈夫だよ、頑張れってそうっすね、言ってあげたいですよ。本当もともと僕はあのドキドキしやすいビビリアなんで、ビビリアだよね本当あの30万の決済を何度も何度もこう戻ったりしてましたもん。こうやっぱやめよう、やめとこう、もう絶対これダメだ、稼げない俺ダメだってやってましたもん。で、2ちゃんに逃げ込んで、そうそうそう、2ちゃん、あ、やっぱ詐欺なんだ、やめようやめよう、いや、それは絶対いいことないから本当にね、そう言っちゃってる人たちが本当かわいそうですよね。そう、もったいないんでね、うん、本当に本当に。でしかもそこら辺の周囲にそういう掲示板とかで儲けてる裏のマーケットっていうかマーケティングがあるわけ で、やっぱりそうやって人間の心理を動かすじゃないですか。やっぱりな、自分が信じてこれやろうと思って評判調べようと思って調べたら詐欺って出てきたら、えってドキドキしてきて、読み進めるうちによかったよかった、詐欺だ、買わなくてよかった、でも最後にそんなあなたにとって最適な教材はこちらですってなって他のアフィリエイトしてるわけですよ彼らも ね。だから心理誘導をうまくやって、それで要は本当は正しかった塾からお客さん捕まえて他の塾買わせたりとかコンサル買わせたりとかしてるんで、本当にそういう2ちゃんとか人を悪く書いてるような悪が、あのそういうのが集まっているような世界には入らない方がいいっていうのは、僕ももう一切見ないです今自分のこと。だから言われるんですよ、そのこの前2ちゃんにあ書かれてましたねとか掲示板にあ書かれてますねとか言われるんですけど、あそうですかって、もう全然もう気にしてないんでっていう感じになっちゃいました今は。だからまあそう伝えてくださる方はあの他意なく、まあ、悪意なく言ってくださると思うんですけど、ね、あ、すみません、その気にしてないんでっていう、興味ないんでっていう感じですね。多分なんか芸能人の方とかも芸能事務所とかが一生懸命消してると思うんですよ。例えば整形してるとか脇がだとか悪いこといっぱい書かれると思うんですよ本当は、まあね、でもそれをやっぱイメージを大事にしてるからみんな一生懸命消したりとかしてて、なんとなくこそ体裁保ってるっていうのはあると思うんで、人間ってやっぱりどうしても悪口って言いたくなるものだし、ネガティブに行こうと思えばそういう風に言っちゃうものだから、どうしようしょうがない部分はあると思うんですけど、そうですね、そのところであんまり、うん、あのそういう方向に引っ張られない方がいいかなというふうには思いますよね。うん、そうですね。まあ、それと半田さんさっきおっしゃってたのにすごい、はい、あの私共感するんですけど、はい、あの今のこの私のリョーズパーティーっていう、まあ、自分の家庭教師型のコンサルは、あの要は師が、まあ、生徒さんに対して全てを継承していって、でその教えを受けた方たちがまた師匠になって先生になって、両津パーティーって、これパーティーっていうのは仲間っていうんですけど、仲間を拡大していくっていうイメージなんですよね。だからもともとは私の仲間として入っていただいた皆さんが、例えばそれぞれのパーティーをまた作っていくっていうことをイメージとして持ってるんですよ。でその連鎖が5万人になれば素敵だなっていうふうに感じてやってるんで、さっきおっしゃったことはまさしく私が両津パーティーで構想していることなんで、まあだから両津パーティー入れたわけじゃないですよ半田さんのその説得力のあるお話を引っ張ってきて両津パーティーを務めしてるわけじゃないんですけど、でも本当そういうふうにお互いの社会 の、 あの皆さんが切磋琢磨していって、それぞれの学びの場をよりブラッシュアップしていって、素敵な方たちを集めていって、でその自分たちで勝負するんじゃなくて生徒さんたちで勝負するというようなことで競い合えればいいですよね。うちの生徒こんなに伸びてるよとか、いやいいね
こんなもう今や月収100万余裕で稼いで自由を犯してるよとか、うん、いう形でお互いが切磋琢磨していければ幸せなんじゃないかなと、うん、そうですね、思うので、まあ、あなたも、もうとにかく最初はあらゆる情報を受け取って、そこからキュレーションして、間違いないな、この人についていこうと思う人についていって、うん、でそしてある程度成功したら、今度は自分が皆さんを引っ張っていってリーダーシップを持って多くの方をまた幸せに導いていくという形で幸せの連鎖を起こしていっていただきたいなと。いいですね、幸せの連鎖、うん、いうふうに思いますね。愛を持って、ね、僕も接したいなと思うんで、うん、ぜひね、皆さんも多くの方に愛を持って接していただけたらなっていう、ね、うん、いいですね、はい、うん、ということで、はい、何度かにわたってここマカオからお届けいたしましたけれども、まあ、本当にあのざっくばらんに雑談しようという感じで撮らせていただきまして、まあ、全4回でお役になった情報もきっとあると思いますので、みんなでね、そのマカオとか旅行行きたいよね、うん、行きたいです ね、 ね、あなたもそうですし、うんうん、ね、一緒にね、うん、ハワイもそうですし、そう、世界中を ね、川島さんのように点々と楽しみながら生きていけたらいいですよ ね、うん、本当に稼げる仲間同士で、うん、行こうよみたいなそうそう、だからそういうふうに、ね、あのお金の使い方ってやっぱり自分が楽しむだけじゃなくて、その楽しんでる姿を見せて、うん、多くの方にその幸せをまた連鎖させていくために情報発信していくっていうことも大切だと思うので、うん、本当に収入が得られるようになったら、うん、そういう姿をあなたも一緒に私たちとね、うん、楽しみながら多くの方をまたこう幸せに巻き込んでいくというような形でね、やっていけたらいいなと思いますので、共に稼げるようになっていきましょう、はい、これからも、はい、あの、はい、素晴らしい情報を私たちも発信していきたいと思っておりますので、そうですね、うん、どうぞそちらの方もお楽しみいただければと思います、はい、ということで全4回にわたってご覧いただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。